今日もゆっくりダイエットしてますすか藤田です今回は40代以上要注意足が一気に老化して歩けなくなる行動トップ3紹介しますそれは座りすぎシドニー大学の研究で座ったままの時間が1日10時間以上の場合寿命が短くなってるっていうことが分かっていますでも活発な運動を1日30分から40分行うと病気のリスクを大幅に減らせるっていうことも分かっているんです ただ逆に筋トレやウォーキングしているのに膝腰痛くなった血液検査の数字悪い歩く距離減ってきたこれって年齢のせいかなと単純に捉えていても実は頑張りすぎだったなんんていうことがあるんですなのでこの動画の中では僕が理学療法士として病院で勤めていた時に変形性股関節症膝関節症や腰痛の方をたくさん担当してきた経験や。に来られる方々の の中で間違って足の筋力を下げて老化を加速させている行動が3つありますから自分に当てはまってないかどうか確認しながら最後までチェックしてみてください足が一気に老化して歩けなくなる行動トップ3第3位プール例えば 膝腰が痛いからプールで1時間ほど歩いてます実はこの行動が骨の負担を増やしている可能性があるんですプールで歩くメリットとすれば浮力がある分だけ関節の負担が少ないですよねそれに痛みが少ない分だけたくさん歩けます実際に60歳以上を対象とした研究では水中歩行を20分間する運動プログラムをしてもらったところ最高時の酸素摂取 量が向上して足や胸の筋肉が上がっていたっていうことが分かっているんですでもそれがデメリットになることもあるんです運動不足を解消したいダイエット目的であれば筋肉が陸上で動かす時よりも使われなくなるんですまた重力が少ない分水中では骨への衝撃も少ないため 強い骨が形成されにくくななりますなので具体的にはプールでの運動はあくまでも関節の動きの練習や普段運動不足であり基礎代謝の向上を目的に行うものですそして時間にすれば30 40分分分から程程度度でで、OK、でで長くても1時間程度で十分なんですその水中でのウォーキングだったり運動に慣れてきたら少しずつ陸上での運動も取り入れていきましょう なので第3位はプール足が一気に老化して歩けなくなる行動トップ3第2位足の筋トレ例えば老化を感じてきたからスクワットなどをしてます実はこの行動が筋力を逆に落としている可能性があるんです足の筋トレのメリットとすれば足の筋肉は体の土台となる部分で血流循環にも重要になってきます 下半身は血流の約7割が集まっていると言われていてその血流をふくらはぎの筋肉がポンプのように心臓に戻していきますなので足を鍛えることで血流循環をサポートできて足の訴えによるむくみの防止だったりとか脳梗塞や心筋梗塞の予防に役立っていきます実際に 筋力が落ちて移動機能が低下した方を対象に行われた研究によると1時間程度の運動を週2回行った人は1年間で筋力が5.5%も増加し歩くスピードが速くなって転倒リスクも減っていたっていうことがあるんです。ででももその足の足筋トレが逆効果になっているることもあるんですそれは 筋肉が凝り固まったまま運動している人が多く頑張っているのに関節に負担がかかっている人が多いんです僕たちの筋肉っていうのはタオルと同じ構造をしています。綺麗な筋肉はペラペラのタオルと同じ状態で網目構造になっていてその網目の部分に水分が入ることによって筋肉に栄養が溜まって筋力が増えていきます逆に凝り固まった筋肉っていうのはギュッと 絞ったタオルと同じ状態で網目構造が働かなくなって水分が入ってこないので筋肉に老廃物が溜まったままで筋力が減っていくっていうことなんですなのでまずはこの筋肉をゆらゆらしてほぐしてからエクササイズをすることが大切なんです具体的な流れは 寝ててててすすすするるる座っっ立の順番に負荷を上げていきます具体的には寝ながら足をバタバタしてみたりとか足を横に開いてみるまた腰をゆらゆら揺らしてみることによってまずは関節に重力の負担がかからない状態で一 3分5分5と徐々に時間を増やししていきましょう寝ながらエクササイズが10分間できるようになったら座ってエクササイズをしていきましょう具体的には座った状態で足を横に揺らしてみたりとか足をカエル足のように開いてみるこのような方法を少しずつ負荷を上げていって10分間できるようになったら立って行う方法をやっていきましょう立って行う方法は立ちながら軽くジャンプ ンプをしてみたりとか手を横にバタバタしてみることによって筋肉をほぐしながら筋力をつけやすくしていきますなのでこのような方法を1万歩歩くよりも簡単にできる方法として別の動画の中で紹介をしていますから少しずつ負荷を上げてみてくださいそして最終的に 立ってスクワットを10回してみてこの程度で膝や腰に痛みが出ないようなら少しずつスクワットの回数を増やしていきましょう特に1日小分けにしても100回を目標にするとダイエット効果だったりとか筋肉がつきやすいと言われていますからそれを目安に少しずつ負荷を増やしてみてくださいなので第2位は足の筋トレ足が一気に老化して歩けなくなる行動トップ3第1位 ウォーキング例えば1日1万歩目標に歩いてます実はこの行動が病気になる可能性があるんです1日1万歩のメリットとして代表的なのは血圧、コレステロール値、心肺機能の改善、腹胃の減少 骨密度が上がるなんていうことがあります実際にある研究ではウォーキングなどの有酸素運動を習慣的に行うことによって動脈硬化を約30%も抑制できるということが分かっていますそのため1日1万歩というフレーズはよく耳にしますよね この数字は1965年日本で万歩計として売り出された時の商品のマーケティングに使われたものなので具体的な根拠は実は乏しいんですこの1万歩歩く時のデメリットの方が大きいということが最近では分かっています特に歩きすぎによる膝痛腰痛だけではなく外反母趾や魚の目の原因になるんですさらに間違った歩き方のまま 長時間歩くことによって神経を痛めてしまう人もいるんですなので健康のためにと歩いているのに日常生活に支障をきたしてしまっている人もいますそれに水分不足のまま1万歩なんか歩いてしまうことによって脳梗塞や心筋梗塞などを起こす可能性もあるんですなので具体的にウォーキングをしようとした時には朝20分程度の散歩から始めて早歩きを20分 そして1日8000歩までを目安にしてみてくださいスウェーデンの研究では早歩きを20分2ヶ月間継続すると長寿遺伝子がスイッチオンになるっていうことが分かっていたりとか38歳から50歳までの方を対象にした研究では1日7000歩が一番長生きであったっていうことも分かっていますまた群馬県で行われた大規模な調査によるとウォーキングの習慣がある人 人は脳卒中がん動脈硬化といった病気になりにくくなったりとか中には8,000歩歩けないっていう方もいらっしゃるんですが少なくとも5分間歩いたりとか1日4,000歩っていう方でも病気を予防する効果があったっていうことがわかっていますからなので最終目標として1日8,000歩まで歩くっていうふうにすることだったり朝歩く場合は水分補給をして20分程度散歩をして してみることからスタートしてみてはどうでしょうかどうだったでしょうかこの動画が良かったら高評価コメントで教えていただけると嬉しいですそれではまた明日バイバイ